京都西陣。伝統を紡ぎ、歴史の荒波を乗り越えて伝えられてきた装束の数々に、人々の安寧への願いが込められている。西陣織の持つ魅力、それは多彩な色糸による色彩美と精密に織り上げられる文様美。その模様を近くで見ると、平面ではなく凹凸がある。見る角度によって移り変わる表情は、文様の息吹を感じさせる。手織り工場、一つの西陣織完成までにはおよそ20を超える工程があり、分業化されたその一つ一つが歴史に育まれた伝統の技に支えられている。聞こえてくる織機の音は何を語りかけるのだろうか。職人の無駄のない流れるような手さばきは、それだけですでに完成された芸術であると言ってよい。文様をかたどる横糸が、地の縦糸に計算された通りに通されていく。糸の弾力を敏感に感じ取りながら、職人の手が確かな立体造形物を織りなしていく。機械の発展を独自に織り込んだ伝統の手織り技術、そこには人と自然の共生の歴史が息づいている。